早咲きの菜の花がバーッと一面に7分から8分咲いてくれている。絞り F5.6 と16の2種類を取っておくと写真上に変化出すことができますよね。短く立てるときね、谷側は長く山側は短く立ててください。撮影者がしゃがむことによってね、向こうにいてる邪魔なものとか人とかそういったものが花の向こうに隠すことができちゃう。ほんと青空が入るでしょ。オートフォーカスよりマニュアルフォーカス、手でピント合わせてしまう方がその効果を出しやすい。遠くの菜の花にピント合わせて近い菜の花を前ぼかしっていうことをしてるんですね。そうするとまた写真の雰囲気変わってきますよね。PL フィルターというのは空が青空とか反射を取り除くフィルターです。今は使ってもいいです。青空がより青くなるので。姿勢を変えたりするのにも見える世界が全然違うないのはなんかもうすごく新鮮で楽しい。鯛を背にしていただくと川桜のピンクは色はよく出てくれます。ちょっとね、風があったりとかしてシャッタースピードが遅くなってきてるので一度サイドの数字400を上げておきましょうか。風は収まるまでまた回って、いや、若干引いてたら大丈夫です。結構シャッタースピード速いです。ちょっと風が強いので忍耐強く待たないといけません。今日はよかった。河津桜こんだけ堪能できたら河津桜大好き。花を見て季節感を感じる、雲を見て季節感を感じるとかね、葉っぱを見て季節感を感じる、写真を撮ってるとつくづく感じさせることがあるんじゃないかな、皆さんも感じることがあるんじゃないかなと思います。